アイドル顔負けの可愛らしいルックスをしており、入社当初から特に男性人気が高かった三田ゆりかアナ。近年では女性キャスターとしての実力も高く評価されています。今回はそんな三田ゆりかアナの男性遍歴や黒歴史、そして旦那の年収や職業についてお話ししていこうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。三田ゆりかアナの実家は日本橋の高級料亭で、ミシュラン三つ星を獲得した原野店浜田家であり、父親の三田義弘さんが代表取締役社長を務め、母親の三田恵子さんが女将を務めています。兄弟は兄と姉が一人ずつおり、三人兄弟の末っ子だそうです。フジテレビ入社後は研修を経て、2012年1月9日よりフジテレビの新人アナが歴代担当してきた深夜バラエティ番組のパンシリーズの7代目となります。そんな可愛らしいルックスで三田パンの愛称も徐々に定着し、2012年8月8日には恋の三田パンで CD デビュー、一躍人気アナウンサーの仲間入りを果たします。そして2012年度からは3年間目覚ましテレビ目覚まし土曜日のスポーツキャスターを務め、スポーツアナとして活躍。2014年に開催されたソチオリンピックでは、フジテレビ代表として現地キャスター兼リポーターを担当、他局の中継キャスターとともに日本民間放送連盟キャンペーン CM ソチをうちで見るなら民放でに出演しています。2014年のFNS 27時間テレビでは、番組内の深夜ドラマ女子アナに明日はあるで本人役でドラマデビュー。2015年度からは平日午後のワイドショー番組直撃ライブグッディに進行アナウンサーとしてレギュラーで出演しています。2019年4月2日からは平日夜の深夜報道番組ライブニュースアルファの月曜、木曜のメインキャスターを担当し、同月7日からは日曜夜の報道番組 MR サンデーの第3代アシスタントキャスターを担当しています。三田ゆりかアナですが、野球選手の金子雄二選手と付き合っていたのは有名な話です。2014年8月7日スポーツ紙で西武ライオンズに所属する3歳年下の金子雄二選手との交際が報じられています。熱愛報道直後、三田ゆりかアナは目覚ましテレビに出演しましたが、この件に対して触れることはありませんでした。一方、金子雄二選手はマスコミの取材に対し、大事な人だと思ってお付き合いさせてもらっています。今はシーズン中なのでしっかり野球に集中したい、チームの上位に行けるように頑張りたいですと、男らしく交際を認めるコメントをしています。ネット上では金子雄二選手の堂々と交際宣言する姿に、スポーツマンらしくてとても好感が持てると称賛する声も上がっていました。二人の慣れ始めについてはいくつか説があります。2013年春、三田ゆりかアナの出演する目覚ましテレビのスポーツコーナー取材にて、金子雄二選手が三田ゆりかアナに一目惚れした説、三田ゆりかアナが金子雄二選手に一目惚れして、2013年秋に共通の知人の紹介で知り合い、意気投合し交際に発展した説があります。このように三田ゆりかアナは可愛らしい顔をしながらも、こと恋愛に関しては超肉食系女子だったと目されています。どちらにしても正式に交際がスタートしたのは2013年秋頃と言われており、つまり金子雄二選手はプロ1年目からフジテレビの人気女子アナと交際していたことになります。その後一度破局したとささやかれた2人でしたが、2014年夏頃に復縁しています。また2人の交際に三田ゆりかアナの父親は猛反対、熱愛報道に対し
まだ結果も出せてない野球選手ごときに娘はやらんと激怒していると伝え、さらに親戚の方々もテレビで交際発表する前に先に挨拶に来るのが筋だろと交際に反対していると報じています。しかし2016年2月に2度目の破局報道が報じられます。三田百合香アナは失恋を引きずる様子もなく、彼とは友達に戻ったのと話しているところを見るとメンタルがかなり強そうです。彼とは友達に戻ったのと言い放った三田百合香アナでしたが、同年2016年10月に2度目の復縁報道が報じられました。この時の復縁報道の一部始終では、三田百合香アナのお姉さんが出産された際一緒にお見舞いに訪れた金子雄二選手の姿を週刊誌に激写されたことが発端です。その時の様子としては、三田百合香アナがお姉さんがいる産婦人科へを見舞いに行っていた後、金子雄二選手が白い高級車に乗って迎えに現れたそうです。その足で三田百合香アナと金子雄二選手は高級焼肉店へ向かわれたとのことです。2016年に復縁報道を報じられた三田百合香アナでしたが、翌年2017年に破局報道が報じられます。最初の交際、2013年の秋頃からの交際期間は約4年。三田百合香アナと金子雄二選手は4年の間に3回も破局したことになります。別れたくても離れがたい、そんな関係だったのでしょうか。三田百合香アナと金子雄二選手の本当の破局理由とは何でしょうか。すでに諸報道から4年の月日が流れており、周囲からは今年は三田百合香アナが30歳の節目を迎え結婚も近いと目されていたようですが、お互い多忙な生活を送る中で徐々にすれ違いが生じてしまい破局に至ったのではと考えられています。恋愛報道で注目されていた三田百合香アナでしたが、デビューしたての頃早くも怪しい写真が出回っていました。関係者の間では本人ではないかとの声も上がるほどでした。テレビライターの小林部さんは次のように語っています。三田百合香アナは青山学院大を卒業後、昨年入社した新人アナだ。入社前からその評判は高く、将来の看板候補と言われる存在。実家は歌舞伎の劇場が入っているビルやミシュランの三つ星に選ばれた料亭も経営、相当なお嬢様です。テレビ局にありがちなコネ採用の典型らしい。ややオーラがない感じで今後人気が出るにしても遅咲きの口でしょう。出回っている写真は若い男性が一部投稿雑誌に小金欲しさに持ち込んだものだそうです。編集部はどうも金の話ばかりするので断ったのだとか。その後1月後半ぐらいからネットに流出し話題になったようです。投稿雑誌に持ち込んだ男性は元彼と名乗ったそうです。雑誌のライターは投稿雑誌に持ち込んだ自称元彼によれば、撮影したのは三田百合香アナが大学2年の時、某所のラブホテルで撮ったそうですね。合コンで知り合ったらしく、元彼とは初セックスの記念日にセックス前に写真撮りを願ったら意外にもあっさり OK だったとか。写真は下着姿の三田百合香アナに似た女性が写っているもの。清楚で恥じらいを感じさせるような大きめのブルーのブラジャーにフリルのついた同じくブルーのパンティーがとても印象的です。数々の報道をされてきた三田アナですが、入社9年目となる2020年1月22日に文春オンラインより三田百合香アナが年上の一般と男性と近く入籍すると報じ、お相手は外資系企業勤務のエリート会社員と伝えています。それから30分後には富士サンケイグループのサンケイスポーツや各メディアが30代の年上の会社員男性と結婚したことが分かったと報じ、挙式披露宴の日程は未定で今後も仕事は続ける予定と明かしています。
目覚ましテレビでは番組冒頭から三田由里香アナの結婚を報じ、長島優美アナが最近の三田さんは本当に幸せそうなのでもうニヤニヤが止まりません、私も本当におめでとうございますと祝福を述べています。一方、同日放送の直撃ライブグッディでも三田由里香アナの結婚を取り上げ、倉田大成アナが自ら深夜のニュース出演を終えた三田由里香アナに電話で直撃取材をしています。倉田大成アナよると、旦那さんとの出会いは姉夫婦の紹介といい、旦那さんの好きなところは両家の家族を大切にしてくれる、周囲に対する思いやりがある、飲食店やコンビニなど店員さんへの丁寧で謙虚な姿だ、見ていていいなと思ったということです。自分だけでなく周囲に対しても全く変わらない優しさを何度も見ているうちに惹かれていったそうです。一外資系企業に勤めているという旦那さん、年収は1000万円を超えるのではないかと言われています。その理由として、マッキンゼーの元社員のインタビュー記事によると、マッキンゼー正社員は年収2000万円を狙えるのという質問に対し、アソシエート職となると年収は1000万円を超えます、コンサルタント職ということで仕事の成果がそのまま評価として年収に反映されます、そのためスキルや経験がマッキンゼーで働く社員には必要となります、マネージャー職等に上がれば年収も2000万円クラスを目指すことが可能ですので、アソシエートからはマネジメント職を目指すのが良いでしょうと答えています。三田由里香アナの旦那さんは年上という情報もありますので、外資系企業でもある程度の役職がついていると思います。平均年収を見ても年収は1000万円を超えることは間違いなさそうですが、マッキンゼー社員だった場合年収2000万円なんてこともあり得る話ではないでしょう。最後までありがとうございました。